UEFA チャンピオンズリーグアンセムは UEFA チャンピオンズリーグの試合で流される賛美歌である。試合における選手入場時、試合中継の最初と最後などに必ず流される合唱付きの還元楽曲で UCL のブランディングに大きく寄与している。UEFA チャンピオンズリーグの前身であるヨーロピアンチャンピオンクラブズカップ時代の1992年に 王立音楽大学出身のイギリス人作曲家、トニー・ブリテンが、ドイツの作曲家、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルの、ジョージ2世の体感式アンセムの中の、司祭、ザドクをもとに曲をアレンジし、作詞をした。作曲にあたり、ヘンデルのスタイルを用いることは、欧州サッカー連盟側からの依頼であったという。公式音源は、ロイヤルフィルハーモニー還ン,ン楽団の演奏。 アカデミー室内還元楽団コーラス部による合唱によるものであるが、公式に販売はされておらず、ウェブサイトからのダウンロードも許可されていない。ただし、2015年に UEF a が1分強の公式音源動画を公式 YouTube チャンネルで公開しているほか、2016年には UEF a がトニー・ブリッテンへのインタビューなど、アンセム作成の裏側を紹介した動画を公開した。 歌詞には UEFA の公用語であるドイツ語、フランス語、英語の3カ国語が織り混ぜられている。2008から09シーズン以降、決勝戦の選手入場の際にミュージシャンによってアンセムの生演奏、歌唱が行われることが通例となっている。ありがとうございます。